どうもかげやんです今日はですね生きる力ということについてお話ししたいかなと思います、えーまあ、あくまで僕が考えることですだから別にそのこれがどうこうということではないんですけどもその生きる力っていうかその生きる力っていうのは結局その自分の命みたいなことになると思うんですけどもその生きる力が 強いと強いというかあるとですねやっぱり長生きできたりとかその免疫力ありますよね免疫力が上がるようにこう思うんですねそので生きる力っていうのはどういう生きる力があるっていうのはどういう状態かというとですね勢いのある姿、えー、姿勢ってこう 勢いのある姿って書くんですけども、その姿勢がいいとですね、良い姿勢というか勢いのある姿、そのそういう状態であるとですね、生きる力があるということになるんじゃないかなというふうに考えます。それでそういう勢いのある姿があるということですね、そういう状態ですよね。そういう状態があると、えー、生きる力があってですね、そのやっぱりより健康にもなっているだろうし。 その免疫力も上がるというふうに、えー、考えるというところですねだから勢いのある姿でもですねその悪い方向へ行ってるとその一応それは勢いのある姿ですけども、えー、それを、えー、良い方向へこう持っていくというかその悪い方向へ持っていく勢いのある姿というんではなくてですねその良い方向へ持っていくための勢いのある姿、えー、基本的に勢いがこうついて いる状態っていうのは良い方向に向かっている状態であることがほ,ほとんどというか、そういうもんやと。僕はえ思うんですけどね。その何かこう目標に目標とか目的に向かってですね。それそれに向かってこうぐっとこう。何か行動を起こすっていう。その姿っていうのは勢いがある姿であってですね。その目,目標目的っていうものは基本的にはいいもんであるという状態であってほしい。というか。まあまあ。 えー、そういうもんやと思うんですね。やっぱりいい方向へ向かってる方がこう勢いはあると勢いのある姿、えー、そういう、えー、行動を起こせている状態になってるんじゃないかなというふうに考えますね。だからそのどういうんですかね、いろんなことでその勢いのある姿っていうのをになってるかっていうのをちょっと考えたりちょっと。 例えば自分の中で何か消極的になってる時にいろいろ悩んだりなんやかんやっていうのもあるんですけどもそこでその勢いのある姿になろうというか別に無理してなる必要はないんですけどもその悩む時は悩んだらいいと思うんですけどもその最終的にはその勢いのある姿に戻していくというかねそういう状態。それを作っていくためにねあのいろんなことを。 があるんですけれどもその僕はその勢いのある姿を作るための基本というのは、えー、健康のエネルギーを上げることということ、まあ、エネルギーという言葉を使うとちょっとややこしくなるんであれば、えー、健康になるためのことをする。 していくそれを積み重ねることによってですねその勢いのある姿を作り出すことができるんじゃないかなとその健康になるためにやることをやってることが勢いのある姿であるとはということではなくてですねその勢いのある姿を作るためにですね良い姿勢を作るためにあの土台となるその基本的にそ,そっちが行けるその勢いのある姿を作り出すためにはその健康 であるべきというかあるべきっていうことはないですけど健康である方がそういうものが、えー、勢いのある姿っていうものが作り出せるようになるように思うというふうなことなんかややこしい言い方ですけどもだから健康例えばそのジョギングをするとしますよね。でジョギングを5キロした方がした後の方がそのやっぱりその,その人のエネルギーは上がってるというか高い状態になってて。 そういう状態の人が何かをこう行動を起こした時はやっぱり勢いのある姿になってこれはちょっと単純に今言ってますけども大体イメージがついたらそうなんですけどそのジョギングをしてこうシャワー浴びて出てきた人が次何かこ行動を起こした時にやっぱそこはなんとなくですけどもそのイメージでいいんですけど勢いのある姿になってるんじゃないかなというふうに感じですねただ単にこう家でじーーっとクーラー クーラーちゅうか、その今やったらクーラーですけど、クーラー入った中でじっとしてる人が何かをするっていうよりもですね。ジョギングをしたしてる人が何かをする方がその勢いが一概には言えないですけど、勢いがある姿、えー、になってるように思うんですね。だからそういうもんを作り出したい人がいるんであればですよね。別にそうなんなのどうでもいい人はいいんですけども、そういうものを。 えー、自分がそういう状態になりたい勢いのある姿をなりたいだから生きる力が強い、えー、大きい状態にしたいっていうんであればやっぱりその健康というかねそういうところをこう高めていくことをしていくとですねそういう状態が作れるというふうに考えます。ということでねちょっとまあまあいろいろとそのなんかもうちょっと話したい感じもあるんですけどもまあえー、まあこれぐらいに。 でいいかなといいかなっていうかなんかまあこんなもんかなと思ってることですね。うん、まあまあ生きる力ですね。そういうもんを、えー、まあ今い,いろいろこうあのコロナのこともありますしその免疫力をねこう上げる高めるためのことをいろいろ言われてますけども、えー、そのいろんなことももちろん免疫力が上がることやと思うんですね栄養のこととかそういうことでもそれプラスですねその生きる力これを高めることが 免疫力を上げることにつながるんじゃないかなというふうに結局抵抗力なんでそういうもんが高い状態その生きる力が高いとそういう状態になるとでその生きる力を高めるためにはその勢いのある姿を作り出すとでその勢いのある姿を作り出すためにはその健康のエネルギーというかそういうものを高めることをしといた方がいいということで今日は、えー、生きる力についてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます